毎度ありがとうございます。山里文です。今回はザ・キャンドルライトというゲームやっていきたいと思います。どうやらですね、メイドさんになりきって、疲れている館を探索するみたいな、ちょっぴりホラーチックな雰囲気のゲームだと聞いてます。あと、横スクロールで、一度前に進んだらもう後戻りできないっていうゲームらしいんで、ちょっとね、やったことない類の斬新なゲームだなと思います。ちょっとやってみようと思います。ニューゲーム。深い深い暗い森を抜けた先、そこには古く壮麗な貴族の館が静かに佇んでいた。館の主の名はヘンリー・E・グランウォード。彼は才能に長けた芸術家でもあった。しかしこの館の主にはいつしか不穏な噂が囁かれていた。悪魔に見入られた呪われた芸術家だと。なんか絵画とか動き出すんですかね。さあ、始まりました。このゲームはマウスとキーボードで操作します。はい。ああ、はいはい。なんとなくわかりました。怪しい箇所は彼女が反応しています。マウスポインターが変化したら左クリックでアクションを起こします。あ、はい。はーい。内気で泣き虫屋のエミリー。君はノーマンにいたずらされてよく泣いていたね。そのせいか君はよく僕の後ろをついて歩いた。君のおかげで僕は寂しくはなかったんだ。どこへも行かず、ずっとそばにいてほしかった。何だったんだろう。少女が誇りを抱いて歩いた回廊。さて、早速なんか光ってますが、あ、このペースで歩いてくれるんですね。さて、何だろう。こんばんは、マリーベル。ああ、なんか、鎧が話しかけてきた。ろうそくを飛ばすフロアは全部で10ほどある。まずは肩の力を抜いて気楽に行けばいいさ。どうか足元にお気をつけて。ああ、もう、洒落てるわ。そう甲冑が語っているような気がした。すべてこのメイドさんの妄想だったの？さて、なんだろう、セーブされた、オートセーブなんですね。お、なんだ。作品名、とある風景の朝。ああ。なんかコレクションに追加されたらしい。ああ、絵画が全部で30枚あるんですね。なんかすごい平和な感じの風景でございますが。ろうそくだ。お、あ、なるほど、こうやって明かり灯すんだ。で、また、今度はアヒルの絵ですね。作品名、グランウォードの館。あ、この館の前ってこんな感じなんですね。へぇ。さて、結構暗くて不気味な雰囲気でございますけれども。あ、またろうそくだ。はい。で、また絵画でございますね。馬が草食ってる絵。ノーマンの相場。ほう。へぇ。あ、また喋る甲冑だ。こんばんは、マリーベル。騎士の名において私めがご説明いたしましょう。ろうそくについて、絵画について、ヒントについて、いや大丈夫です。あー、今なんか人が通った。へえ。あ、時計、時計の針は動いていない。いやー、ちょっと不気味チックな感じでございますけど、この雰囲気好きよ。紳士の振る舞いをしつけられた象持つ子、書物。ちょ、読み切れなかった。なんか、書庫に参りましたが、なんかあるんだよな、あそこ。貴重な文献が所狭しと並んでいる。なるほど。この館の主は何をしてたんだろう。芸術家らしいけど。なんか、作品名、仙台投資夫妻。へえ、なんで顔が焼かれてる感じなんでしょうね。何かあったんでしょうか。とりあえずろうそくに火を灯して。このろうそくに火を灯す動作なんか意味あんのかな。また絵画ですが。グランウォード家の三兄弟。はあ。結構家族が多かったんでしょうか、このお家は。またしてもなんかございますが。植物図鑑や生物図鑑などが並んでいる。芸術家ってそういうことも知っておいた方がやっぱいいんでしょうかね。あれ、これは9代目当主の肖像が結構長く続いてますね、このお屋敷。あれ、マリーベル。どうした、君に頼みがあるんだ。のために。館中のろうそくに火を灯してやってくれ。は、怖がりを、怖がるから。約束だよ、マリーベル。
なんか急に画面が赤くなりましたが、この人は誰なんだろう。あ、書庫の続きか。絵を描くヘンリー。まあ、ろうそくに火を灯してくれって言われたから、まあ、灯しますけど。こちら、なんだこれ。時計の絵が飾ってある。おう、さっき調べた時計は動いていませんでしたが、なんか関連あるんでしょうか。さあ、次の場所に行ってみましょう。本の秘密を、思いを隠した本にゃらかんにゃら読み切れなんだ。なんかまた本棚が光っておりますが、なんだこれは。人体に関して描かれている本が並んでいる。ああ、なんか芸術家ってやっぱ解剖学の本とか読みますよね。絵を描くときの参考になされたのかしら。ろうそくだ。パッチ。ろうそく何本あるんだろうね。花輪を感じた少女。あ、黒魔術や蘇生術に関する書籍が並んでいる。なんか怪しい本棚だな。やがたの主、なんかそういう儀式に手を出してたんかな。ろうそく多いな、やっぱり。ろうそくめっちゃあるじゃん。なんか水瓶を持った像がございますが、特に何もないみたいです。ん？あ、通り過ぎちゃった、ひょっとして。ミスった？ミスったくせえな。ずっと書庫が続いております。めっちゃろうそくある。さてなんだこの絵画は。あ、ちょ飛ばしちゃった。あ、なんかダビデ像みたいなものの首が。誰かの手記を見つけた。エミリーの誕生日に贈るプレゼントを用意した。今晩の晩餐会の夜、こっそり二人で抜け出した時に渡してやろう。彼女はこれを喜んでくれるだろうか。今からとても楽しみだ。一体何を送ったんでしょうね。あ、また時計がある。時計の針は動いていない。いや、やっぱり動いてないんですね。この家の時計は基本針が動いてない。なんでしょう、時間が止まってるってことなんかな。永遠の愛を誓った なんとかもう読み切れないんだよね。花？バラ？密かな思い。あー、なんかおしゃれー。そのタイトルおしゃれー。さて、なんだこれは。新月の晩の仰せ。あー、なんか結構恋物語的な絵が多いっすね。あれ、なんかあった。今なんかあったみたいだけど気づかなかった。憂いを帯びた女性の肖像画。やっぱなんか意味深なタイトル多いっすね。なんか晩餐的な。ある日の晩餐会。あ、なんか BGM が。結構クラシック的なのがかかってきた。あれ？何もないぞ、この額縁。なんだこれ？この絵画はパズルになっている。パズルを解きますか？まあ解きましょう。なんか急なパズル要素来ましたけど。え？あ、はい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 。元の絵をちょっと覚えてないぞ。え、どうやるんだっけ、これ。できたー。うわー、地味に手こずった。5分かかったみたいです。さて、パズル解けたら、なんだなんだ、また赤くなったぞ。とりあえずろうそくは灯していく。なんだなんだ、絵画、エミリーの死。なんだなんだ、ここからちょっと怖い感じになってきましたが、何があったんでしょう、この屋敷に。今まで比較的ね、なんだろう、出会いとか子供が生まれるとか、そういうなんかね、明るめが多かったですけど、今回は誰かが亡くなったりしてる。永遠の眠りですよね。なんか生から死に変わってますよね、表現が。また時計、これを調べられない。おや、永遠の愛を誓った芸術家の画廊。再びここ時計の針は動いていない。さあ、画廊の続きなんでしょうか。さて、助けを求め罪人が走った長廊下。なんだなんだ、どういうことだ。
さあまたしても絵がありますが、作品名虚無の葬列。なんかだんだんお葬式系の絵が増えてきましたよね、ほんと。なんかこの館の人々の繁栄と衰退が表現されてるような混沌。やべ、闇要素深くなってきたな、なんか。さあ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 。あ、なんか今見逃したくせえな。まあ、いっか。なんかある。教会かな？懺悔と祈り。なんか館の主の人生がなんとなく見えるような気がするわ。さて、ろうそくに火を灯しつつ、何やら骸骨が見えておりますが、何でしょう。暗黒への誘い。やっぱ黒魔術とか勉強してたみたいだからさ、親しかった人が亡くなってしまったから、蘇らせようと思って黒魔術に手を染めたとか、宗教に手を出したとか、そういう感じなのかな。なんだろう、なんか調べられる臭いけど、あれ、あ、あ、み、あ、めちゃ、ちゃ、あ、もう調べらんなかったわ、なんか逃したわ。そしてまた時計がある。なんか定期的に時計があって、微妙になんか時計の針の位置が違うような気がせんでもない。時計の針は動いていない。なんか9時半を指してますけど、前見た時計はこんなだったかな。まあいいや、とりあえず先に進んでみまして、闇に這いつくばった狂信者の捕虜。なんだなんだ。うわ、なんか芸術チックな感じになってきた。アートっぽさが。売れた果実。すごいなんかセンスが。そうなんか、これが売れた果実なのかと言われるとな、そうかと。なんか船が描かれておりますが、なんだろう。イライザの歴史。やっぱ重いな、なんか。絵がだんだん重くなってきてるわ。さて、なんだこれは。馬かな？ノーマンの落馬。落馬さすなぁ。やばいやばい、なんか重い雰囲気。さて、なんか落ちてる絵がありますが、これ調べられるんかな？調べられないわ。あれ？なんだなんだ？絵画が。なんだなんだ？え？なに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 ？生物の絵画が飾ってある。あれ？タイトルとか調べられない。額縁から、を壁から外すことができそうだ。まさか裏に何かあるな。なんかしらみえしてるな。額縁を壁から外しますか？まあ、外しましょう。なんかあるよな、明らかに後ろに。なんだこの扉は。隠し金庫が出てきた。うわ、怪しい。隠し金庫には鍵がかかっている。やっぱ鍵持ってない。道中で鍵ゲットできたのかな？わかんない。あー、なんかちょっと隠し金庫見たかったですけど。続き行ってみましょう。悪魔の肖像。なんか首がない人間とカラスですね。かなり、ちょっと、ホラー要素強くなってきましたが。なんか、玄関に人影が。嵐の午後の来訪者。すごい不吉。さて、絵画コレクションも30分の25になってきて。あ、なんか、あ、ここにろうそくあるんだ。へえ。そして時計。やっぱり針の位置は違うね。今度は3時を示してるわ。時計の針は動いていない。さっきの時計は確か9時半だったでしょう。微妙に位置ずれてんですよね。家の影に、振り返った回廊。なんだなんだ？お？なんかちょっと神々しい感じの絵画ですね。玉座を描く人。絵画が飾ってある。めたいですよね。こう、絵を描く人を絵に描いてみたみたいな。結構めたい絵でした。あー、なんか綺麗な廊下ですね。追憶1。あ、なんか昆虫図鑑が絵になったのかなみたいな。そういうのが飾ってありますが。なんだろうこれは。結婚式かな？エミリーの肖像が。へえ。なんか食器の類が絵になって。なんか鎖が見えてきた。なんだなんだ？なんだろうこれ。追憶2かな？追憶2だわ。ああ。なるほど。おっと？なんかある。なんかあるぞ、ここに。ろうそくか。ろうそくだ。さて、また時計？これは絵なのかな？時計の絵が飾ってある。さて、多分これで歩き切ったのではないかと思われますが。どうなんでしょう。さて、亡者が光を求め進んだ通路。さて、またしても鎧くんですが、この鎧には話しかけられないと。
さて、なんか地下通路みたいな場所ですが、鎧の首がないですね。なんか悪魔の肖像がこんな感じでしたけど。さて、ろうそくばかりで他は特に何もないような通路でございます。エミリーさんも何も反応を示さない。ん？なんかある？何かがある？なんだなんだ？なんだなんだ？何かがあるらしいけど、エミリーさん何に反応してるの？なんだこれ、わかんないわ。これは何でもないのか。お？あ、はいはいはい。ただただ静寂の廊下が広がっております。え？あ、ここにあるのか。わからねえ。さて、ただただろうそくをつけて通過しましたが、時計の絵かな？これなんだろう？時計の針は動いていない。今回の時計は3時ですね。さて、闇を受け入れた殉教者の大交換。大広間。なんか壁画が。壁画ですね。これ何を表してるんだろう？神、キリスト？なんだこれ。わ、なんか高そうな像が。はい。こういうところにもろうそくが、燭台が。え？え？どこ？どこ？そこ？はい。さ、でかい絵ですね。なんだろうこれ。火事？戦争かな？調べらんない？調べらんないわこれ。なんか戦争っぽい絵が描かれてます。なんかいよいよクライマックスといった感じの雰囲気でございますが、一体何が待ち構えているのやら。これはなんだ、扉？窓？重厚な鉄の扉がある。扉は厳重に閉ざされている。すべてのろうそくと絵画をチェックしないとこれは開かないみたいですね。残念ながら今回はあの扉は開けないと。あ、さっき会った人かな。ヘンリーさん、マリーベル。僕はもう長くない。最後の作品が完成したら、なけなしの僕の魂を差し出すよ。これは契約でもあり、約束だからね。あ、ちょっと待って。このメイドのマリーベルさんってさ、もしかしたら悪魔なのかな？そんな気がしてきた。僕はいつも孤独の中にいたけど、絵を描くことで何かが救われることができた。そんな僕の作品を君は好きだと言ってくれた。ありがとう。約束だよ、マリーベル。サイの作品が接したら、彼女をエミリーを。あ、というわけでエンド2ということで終わりました。どうやらこの作品ですね、エンドが3種類あるらしくて、そのうちの1つが今終わったということで、多分ね、あの金庫の鍵とか鉄の扉を開くとか、そういうことをできるとエンドが変わってくると思うんで、もうちょっとね、ろうそくをしっかり探したり、絵画しっかりチェックしたりで、ちょっとちゃんとやってみようと思います。屋敷中の時計の針が時を刻み始めました。2周目から各フロアに設置されている時計を調べると、もう一度そのフロアをやり直せるようになります。あ、便利。というわけで、なんかキャンドル 77%、 アートワーク 93% ということで、これを両方満たすとエンドが変わるっぽいので、ちょっとそれを目指してやってみましょう。お、水亀の中に何かが入っている。あ、金庫の鍵を手に入れた。あ、こんなところにあったんだ。やった、これで金庫が開けられますよ。
絵画のろうそくに火が灯った。そんなことある？さて、ここまでやってまいりました。金庫開けてみましょうか。はい、開きました。中に何かが入っている。渡せなかった指輪を手に入れた。これ誕生日プレゼントに渡そうと思ってたのかな、この指輪。さて、なんか指輪ゲットで話が進むはずです。え、悪魔と契約を交わしたアトリエ。え、なんか探索したことのないところに来ました。てかさっきはここでエンドだったんですよね。エンドで探索できなかったところを今回は調べられると。誰かの手記を見つけた。なぜ彼女は死ななければならなかったのか。本当はあの時僕が死ぬはずだったんだ。エミリーに会いたい、エミリーに会いたい、エミリーに会いたい。寂しい。ああ、思い人だったんですよね、エミリーさん。あ、売れた果実の肖像画が飾られてる。さて、これはなんだ。甲骨と狂気の狭間。ずっとエミリーを思って描いてきた絵なんでしょうか。さて、再び鉄の扉にやってきたんですが、すべてのろうそくには火を灯せたみたいです。ただ絵画が全部チェックできてないので、まだ開かないという感じでございますね。でも今回はさっきとはね、違うエンドが見れると思うんだけれど、一体どんな最後が待っているんでしょうか。マリーベル、僕はもう長くない。これさっきと同じですね。あ、エンド2、同じエンドだわ。あれ？わかんない。残りのアートワークってどこにあったんだろう。さあ、来ました。ろうそく、絵画ともに 100% になりました。ちなみに絵画は全部でこんな感じ。この、美酒によどんだ狂気からエミリーの死、永遠の眠りの3枚はパズルを解かないと見れない絵画でした。あとはまあ道なりにチェックしていったら全部手に入るやつです。この一番最後の復活の火は、なんでしょうね、ろうそくに全部火を灯したら手に入るのかもしれません。なんか最後、絵画を通過してろうそくに火を灯し終えた後に手に入りました。っていう感じでございます。さて、では全ての条件を満たしたはずなので、最後の大扉開けてみましょう。何なんだろうこれ。重厚な鉄の扉がある。さて、条件を満たしたので鉄の扉を開けます。開く。鉄の扉は大きな音を響かせてゆっくりと開いた。どこに繋がってるんだろう。さて、て、君が何者でも構わない。悪魔にだってすがるさ。だから頼む、エミリーよ。僕の魂と引き換えに、蘇らせてくれ。やっぱこのメイドさんは悪魔ってことなのかな。異端の神が舞い降りた礼拝堂。何があるんだろう。まあ、多分ここでヘンリーの命と引き換えにエミリーを蘇らせる儀式をこのメイドのマリーベルさんがするんじゃないかと思うんですが、果たして何が待ってるんでしょう。祭壇でしょうかね。やっぱり行き着く先は。あ、少女が。この子がエミリーかな。あら、マリーベル、お仕事熱心ね。やっぱエミリーですね。こんなところにいらしたのですね、エミリー様。ええ、お兄様のことを思い出していたの。ヘンリーお兄様にもう一度会いたいなって。なんてこった。お父様もお母様も意地悪だったノーマンお兄様も。お互いに会いたいのに、ヘンリーはエミリーを蘇らせようとして自ら命を捧げてしまうんでしょ。だから会えないっていう結末なんでしょ。みんなとうの昔に死んでしまった。あ、そういうことなのか。そっか、さっきの屋敷を
通り抜けてきた時、なんか幽霊のような怪奇現象に襲われたんだけど、あれはすでにみんな死んでたからってことで、本当に生きてたのはこのエミリーさんだけで、他の人たちはもう死んでたということで、多分過去のなんか生き量みたいな感じで過去を見せられてたんですよね、きっと。だからヘンリーが昔自らの命と引き換えにこのエミリーさんを蘇らせて、そして今があるっていうお話なのかな。ヘンリーお兄様だってもういない。どうして私だけ生きているのかしら。私はこの先ずっと一人ぼっちなのかしら。あなたの孤独を紛らわせるかはわかりませんが、絵がいっぱいあるよね。こちらをどうぞ。あ、指輪か、指輪だ。渡せなかった指輪を手渡した。まあ綺麗な指輪。ヘンリー様がエミリー様へ送ろうとしていた指輪でしょう。どうか受け取ってください。人間の血の色のように真っ赤なルビー、とっても美味しそう。なんか来たぞ。ありがとうマリーベル、ずっと大切にするわ。さあ今晩も冷えます、どうぞお部屋へ。はーい、おやすみマリーベル。おやすみなさいませエミリー様、良い夢を。エンド1ということで、おそらくこれが正規ルートだったんでしょう。パーフェクトということで、ザ・キャンドルライトというゲームで遊んでみました。本当はエンドルートが全部で3つあるから、もう1つ何かしらあるはずなんですけど、ちょっとね、今、できる限りの探索はして、もうあとはね、攻略とか見ないとわかんないですね、私はもう。でも、このお屋敷で起こったことはなんとなくわかりましたよね。このお屋敷は9代目とかぐらいまで長く続く由緒あるお屋敷で、で、このお屋敷にはたくさん子供がいたんだけれど、溺れて死んでしまったり、落馬して死んでしまったりと、いろんな理由で人がどんどん亡くなっていって、最終的に残ったのは、絵を描く男性一人になったと。その絵を描いた男性は、このお屋敷の人々の、人生を絵にして残してたっていう感じで、でも最終的に一番思ってたのは妹のエミリーさんだったと。で、最終的にそのエミリーさんを蘇らせるために、まあ多分悪魔だと思います、このメイドさんが。で、このメイドさんに自らの命を差し出すことで妹のヘンリーさんを蘇らせて、そして今この悪魔のメイドさんとそのヘンリーさんが二人でお屋敷で暮らしているというお話だったんだと思います。まあいろんな解釈ができるゲームだと思うので、私の解釈はそんな感じ。っていった感じですね。非常に奥深い。情緒あふれるいいゲームでした。とってもね、お上品な時間を過ごせました。私は見つけられなかったですけど、エンド3もし見たいという方がいらっしゃったら、これフリーゲームですので、どうぞ遊んでみてください。それじゃあ見てくださってありがとうございました。バイバイ。動画見てくれてありがとう。ゲーム実況は週1本投稿しています。気に入ってくれたらチャンネル登録してまた見に来てね。バイバイ。